はい、ではこんにちは。今日は湯たんぽがゲームをやっていきたいと思います。今日のゲームは元祖最強2番バッター小笠原道博を使って長打打てるまで終われませんをやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。カンタさん、よろしくお願いいたします。いや、今日高校が多いですね。この通信、ガクッと下がりになりましたね、今。このゲーム、タンダーはダメですからね、ルールとして。タンダーはダメですからね。正直嬉しいんですけど。次の試合に行きます。行ってください。お願いします。走ります。走りますよ。よし。これでツーベースチャンスが増えました。お願いします。行ってください。ダメでした。次行きます。そうですか。怪しい、負けてしましたね。ちょっと、差し出せます。グリートスタートナイスですね。お、いいですね。ちょっとびっくりしました。これでアウトを増やさずに一打先制のチャンスになりましたね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。3球目打ちました。タイムリーにはあったんですけど、ツーベースじゃないので見なしです。さあ、今回は先行ということで、高橋秀樹投手。アンダースローですからね。アンダースローであの球速って出るもんなんですね。ちょっと今、イントネーションがおかしかったですよ。お、いいですね。本当にどうやって突破口を飛び出しましたか。最初のツーベースはでかいですね。さあ、主役です。さあ、お願いします。甘いボールしか基本は振らないようにしたいですね。甘くないです。決して今のは甘くないです。すいません、手が出ました。このカウントは甘い球以外も含めた広めのゾーンを狙う感じでしょうね。当たりは、いやまたですか。ちょっと長くなりそうです。今また撮影し始めたのですが、なんとこういう状況になっています。今足立選手なので、なんとかして出てもらいたいところです。おっと、あ、延滞取るツーベース、珍しいですね。さあ、ガッツさん、お願いします。さあ、ノーパワーです。パワー上げたいです。お、いいですね。やっと終わりました。やっとこの終わりました。ありがとうございます。おっと、リタイアが選ばれました。ということで、計何回ですかね。もうかなりやりましたが、やっと終わりました。それでは高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。ありがとうございました。